はい、皆さん、ポコヤチは、トミチンです。今日は、なんと一人でのスタートなんですけど、そう、一人でスタートということはですね、今回のターゲットは、あの三人ですよ。なので、まあ、どんな感じでね、今回、はめていこうかなっていうのを、ちょっとね、チラチラーっとお見せしていこうと思いまーす。はい。で、今回やる、まあ、ドッキリ。まあ、ドッキリ。ドッキリなんだけど、まず、あの三人を、ここに、呼びつけてですね、アトラクションを作りましたと。アトラクションをここに作ったので、クリアできるかなみたいな感じで、よいしょ。行ってもらいます。こんな感じでね。あーれーただいま。いやー、ちょっとね、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。じゃあ、気を取り直して、まあ、どんな感じかをね、お見せしましょう。ちゃんとダッシュボタンを押してないとやっぱ、届かないな。おう！あーれー！ただいま。これ結構難しいね。難しいね。ちょっと待って。作った方にクリアできないとか、ちょっと。難しければ難しいほど、こっちが本編だと、こう、思ってくれるわけですよ。ここが3マス。3マス超えるの結構難しいからね。よいしょ。あっと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 ！ただいま。じゃあ、ちょっと。まあまあ、あんな感じで。あんな感じで、まあ難しいんすわ。ね。一応、競争っていう風にするから、そう、三人を競わせて、まあ、三人って言っても、実質、まあ、兄貴対カズさんみたいな、そんな感じになるけど、で、最後、ここね、見えましたね。これね、いつものやつですよ、いつものやつ。まあ、カズポコクラと言ったら、TNT で爆破ですから。まあ、これをね、サクッとやっていきまーす。はい、というわけで仕掛けが終わりましたんで、その3つのチェスト、まあ、どれを開けても下が大爆発を起こしますので、まあ、3人がね、まずこのアトラクションで死にまくるシーンをこういっぱい撮影して、まあ、そこで人笑いも、ふた笑いも、きっと起こしてくれますから。で、最後、華々しく散って、おしまいっていう、そんなサクセスストーリーですね。では、どうなるんでしょうか？はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。トミチンです。アキです。よしです。カツギャンです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー、前編完成しましたね。うん。例のあれが。うん、だね。そう、すごかったよ、クオリティが。バッチリ完成しましたので、例のあれが見たい方は、ぜひ、ぜひ、あの、前編の動画を見てみてください。また、よろしくお願いします。で、後編ですね。うん。ちょっと新しい試みとして、うん。はい。いつもは、ドッキリはよくやってるんですけど、はい、うん。はい。まあ、PVP もやってきて、うん。僕らやってない、その、マイクラの王道のもう一つとして、うん。アスレチック。おー、あー、アスレチックをちょっとやってみようかなっていう。なるほど。いいじゃないですか。あ、な、え、な、え？はい。あそこになんかピョンピョンできそうなとこあるじゃないですか。あ、はい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 。本当や。で、今回は本当ドッキリなしのその爆破なし、マグマなしなんで、純粋に落ちて死ぬっていうスタイルの。なるほど。うわ。やつです。うわ、これめちゃめちゃいいな。で、そうですね。横から見ていくと、うん、もうネタバレしちゃうんで、この正面からだけ、うんうん、まず見てほしいんですけど、はい、
まあまあ、ぴょんぴょんこの上を飛んでいって、まあ、第1走者、第2走者、第3走者で、ね、うん、はいはい、学びで、うん、そうですね、僕ここから取るんで、はい、まあ、カズさん、兄貴、ヨシさんみたいな、分かったよ、はい、はい、一番俺が右端、はい、右端ちょっと最後簡単なんで、あ、ありがたき、あ、そう、はい、あ、右端、え、あ、僕ですね、カズさん、カズさんは上手なんで、ここ、カズさん手前、はい、あ、ごめんなさい、出た、あ、よかった、カズさん、兄貴とカズさんは同じ難易度になってます、あ、うわあ、難しそう、え、なんでヨシさんだけ簡単なの、いや、僕、あの、地形がなんかそうなってたんで、で、はい。下に水があったじゃないですか、うん、あれがない、あれを、うん、そう、水があるとやっぱ助かっちゃうんで、あー、怖っ、はい、それを水も全部抜いておきました、これ天然で死にそうだな、俺なの、でも、そうですね下やっぱでもスライムは湧いてるんで、うん、あ、でもその落下で死ぬか、まあ、どっちみち取りに行くのめんどくさいんで、死んだ時、うん、はいはい、一応その上に羽とか剥がしてですね、はい、はい、全部、はい、もういちいち撮りに行くとそのカメラマンに行きたくなっちゃうんで、ね、ここ置いとこ、なんか今回はもう笑いなしで、そうですね、純粋にその操作性と、うん、そのアスレチックってどうなんだろうっていう、なるほど、で最後ゴールは、うん、あのゴール宝箱置いてあるんで、あ、マジで、チェストが、え、ゴール見えるの、あんの奥にまだ、そうなんですよ、ゴールチェストがあって、うん、チェストの中身に入っているものを大声で最後叫んだ人が優勝、なるほど、わー、面白い、いいなこれ、でちゃんとやる気出るように、うん、はい、用意しました、アマゾンギフトカード、おお、マジで、はい、あ、がぜんやる気が変わってくるからアマゾン、はい、カズさんも大好きですよ、アマゾン、アマゾン大好き、毎月請求来るいっぱい、はい、まあ、気持ち程度ですけど、はい、心ばかりのアマゾンギフトカードを用意しましたんで、うわ嬉しい、はい、1位の方には賞金を出して やっていきます、うわじゃあいきます、はい、はい、3、2、1、スタート、およし、さあ、あー、ちょっと待って、よし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 、リスポンシーもう、あ、上がった、感じがついた、あー、素晴らしい、あー、下手くそだ、あー、めっちゃ落ちる、めっちゃ落ちる、めっちゃ落ちる、めっちゃ滑るんだけど、めっちゃ滑るんだけど、待って、ヘルメット、あ、落ちた、また落ちた、うっそこれ難しい、めっちゃ難しいっすよ、アンキーズヘルメット借りる、アンキーズヘルメット、なんなんじゃ、あぶねあぶね、あぶね、これ、あぶね、滑った、アンキー滑った、カズさん行く、カズさん行く、お、お、うまい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 、おっと、うまい、うまい、うまい、すごいよ、カズクラがもしかして、マジで、うわ、うまい、ほら、あまの、あー、ちょ、最後の直線に入った、あかん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 、あー、みんな、最後の直線に入ったもん、あー、ちょ、下手くそだ、ちょ、コミティさん、はい、あー、くそ、クソだらけですよ、クソだらけですね、勝負になんないかもしれない、ちょっと待った、あー、すげー、余裕、余裕かもしれない、毎日やってるとこんなもんですよ、ちょっと待って、なんかちょっと行きますね、はい、最後の直線を、待ってよ、カズさん、はい、うわ、あ、あ、カズさん気づいたっすね、そこ、くっそ、あれ、ちょっと、あ、カズさん、この段差気づいたっすね、え、え、気づくよ、そんなもん、あら、まあ、あ、そっか、ライバルがちょっとしょぼすぎて、ライバルがさ、心に余裕がありすぎましたね、あっ、ちょっともう直前まで来たら開けて打ち勝とうかな、本当に意外と兄貴ズなんか全然やな3個目以降に行けない、そう、ダッシュしながら行かなきゃいけない、あったー、あっ、パッと、あー、行けた、勢いでポンポン行った方がいいかもしれないですね、あ、そっか、勢いで行った方がいいのか、そのダッシュしながら、あ、なるほど、よし、はい、勢いで行こう、あ、こういう感じか、お、いいな、兄貴ズ、マジで、あ、ちょっとよし、そこで、兄貴ズ、段差が違うやで、あ、なるほど、コ
ミティさん、これ教育が必要ですね、毎回。本当ですね。僕こんな下手くそないっぱいいますよ。テストで僕言ったんですけど、こう簡単でしたけど、ね、マジで、はい、すげえな。よし、ほい。あー、もう最後、あれ、うちもう見た。よっしゃー、行ったー。もうやめ、うちやめ、うちもやめ、あれ、あれ、え、カサ、ドッキリです。あーやばい、僕はもう一人だ。はい、というわけで、まあ、検証結果としては、うん、圧倒的にカズさんがうまいっていうことになりましたね。すいません、すいません、なんかすいません。そして、やっぱり今回も、うん、ドッキリは大成功。素晴らしいわ。で、ちょっとコミュニーさん、はいはい、アマゾンギフト券のドッキリ。そんなもんないっすよ。ドッキリ。これなんかコード書いてあるんかなと思ってさ。いやコード。なるほど。そうか、そうか、そうやって、まあ、看板とかにつけて、それ面白い。そう、それなんかなと思ったら、はい、そんなことで。なるほど、その発想すごい。ああ、その方がリアリティありましたね。なるほど。まあでも、十分は結構みんな普通に死んでたんで、はい、そっちに夢中になってくる多分、ドッキリ感が薄まったから。ああ、そうですね。よかったよ。いや、いいレベルの、これ、いいレベルのものでしたよ、これ、なかなか。そうですね。そうですけど、パニキズクリアできんかった。あ、最後はしたんか。最後はね。最後はね。すごい。すごいな。ユウさん、また今度頑張ろうね。そうですね、ちょっと技を磨かないとダメですね。参加できないんで、僕。じゃあ、もう仕込みのところも録画してあるんで、これで今回の後編おしまいですよ。さすがだな。はい、これから僕は東京に行かなきゃいけない。あ、東京、行ってらっしゃいませ。じゃあ、行ってきます。じゃあ、今日はこんな感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。